福神チャンネル始まるよ。シールはこちらです。1001番ですね。キリがいい、キリがいいのかキリが悪いのかわからない。はい、どこに貼ればいいかね、ちょっとルールブックをね見てみたいと思います。ここにも入りましたね。カメラってね、元ブログ撮るときにしっかり SSTR って入った方がいいよね。はい、持ってくもの工具類ね、ちょっとピックアップしてみました。まず、まあ必要そうな六角レンチとかソケットレンチ、ドライバープラスマイナススタッピー、それからメガネレンチですね、10、12、14、17かな、カッターナイフ、ビニールテープ、ハサミ、それからニッパー、ラジペンですね。あとはやっぱり何かあった場合シリーズとしてタイラップ2種類、それからこれチェーンのコマ、あのクリップで留めれるやつですね。万が一チェーンがプチッと切れてしまったりとかした場合にとりあえず応急処置はできますので、チェーンのクリップ、それから予備のレバーですね、2本左右、これないとね走れなくなるので予備のレバー、はい、あとはあのこの木のやつはあの砂浜でねあのスタンドを立てるやつ、紐つけると便利だよってことだったんで紐つけました。これらはね工具の方もですね長距離になりますので袋に入れて持っていきたいと思います。続いて今回、ツーリングに持っていく荷物を紹介していきます。まあ1泊に2日ということで、今回宿泊はですね、宿を取ってあります。あの距離長いんでね、で、加賀屋さん、和倉、私和倉ゴール、和倉ゴールを今回目指しています。で、宿の方は、加賀屋さんを取ってあるのでですね、近いゴールの目の前ですね。だからあの荷物は少なめで大丈夫かなと思ってます。まあ、で荷物はですね、このいつも使ってるモトフィズのですね、タナックスモトフィズの、ツーリングバッグ、こちらの方を使っていきます。横幅がですね、だいたい
45センチぐらいかな。なので今しぼめた状態なんです。これ長くなったり、これね長くなったりね短くなったりするんです。詳しくはねキャンプ動画見てもらえればいいですけど、この短くしたやつで十分かなと思っています。はい、ヘルメットと、モトブローブ用のソニーのカメラ、バッテリーと、あとねもし壊れてしまった時困るので、大切な動画を撮りたいのでもう一個中華 GoPro ですね、こちら。それからこれは、360度カメラ今回ね持っていこうと思います。サムソンのやつ、ギャラクシー360ですね。これでチリハマゴールジの360度動画を撮りたいかなと思ってます。でバッテリーの充電系は大型のモバイルバッテリーを使ってバイクになるべく蓋をねかけないでいきたいなと思っています。それから行きと帰り結構ね遅い時間になっちゃうような気もします。あとはね前回北海道行った時バードストライクを食らいまして、バイザーが壊れるっていうこともあったので予備バイザーですね、こちらの方を持っていきます。はい、続いて、さっきのですね集めた工具持ってきます。それから忘れちゃいけないルールブックとリストバンドで、あとは困ってるのがウェアなんですね。で気温がやっぱりね30度近くまで上がるっていうので現地ではメッシュジャケットあった方がいいんじゃないかなと思っているので、スタートするときはですねやっぱ早朝になりますし北東北ですので気温もね低いと思われます。なので、3シーズン用というか、いつも着ている、ジャケットですね、電熱が入っているジャケットを上着にして、で途中で着替える作戦に出ようかなと思っています。そして最後ですね雨具、一応ね雨具持っていこうかなって思ってます。まあ雷雨とかねあるかもしれません。で一応降水確率の方はほぼゼロに近いので、雨具に関しては簡易的なもの、モンベルのですねこれはストームクルーザージャケット、それからストームクルーザージャケットのパンツだったかな、それから、一応レインブーツかな。でこれ超使えるんですよ、作業用のゴム手袋なんですけど、グローブの私が使っているグローブの上からオンザグローブできる、しかもあったかくて完全防水ですね。はい、こちらを持っていきます。はい、いかがだったでしょうか。ついにね、今週末に迫ってきました SSTR 準備も OK です。皆さんと千里浜でお会いできるのをすっごく楽しみにしています。皆さんね気をつけて安全運転で向かいましょう。ご視聴ありがとうございます。